皆さんこんにちは、浅場亀仙流チャンネルの浅場です。今回はですね、結構ですね、質問の多い、バッテリーの管理方法というか慣らしの仕方ですね、こちらの方をご紹介したいと思います。まあ、といってもですね、こうレースで勝てるため の慣らし方法とか、電池を速くするための慣らし方法とか、そういうようなものではなくですね、まあ、僕が割とこう雑に普段バッテリーを扱っているんですけれども、その雑に扱う中でも最低限必要な形で、レースに使っても、それなりに戦って一応ミニッツカップの代表権も獲得できたような、それぐらいな感じの、なんていうのかな、手間と性能のコスパが比較的いいんじゃないかなというような、運用方法をご紹介したいと思いますので、参考程度に見ていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、まずは電池ですね。電池の方は、僕はミニッツカップ中心の、使い方になりますので、強小、スピードハウス製 800HV の電池を買っています。今回は年末にですね、動画でも紹介したんですけれども、年末年始で、サーキットがやってない間にちょっと、慣らしをしようかなと思って、こちらの電池3個スーパーラジコンの方で買ってきました。はい、まずこちらの方を開封して、でただ開封してしまうと、基本的には全部同じものなので、見分けがつかなくなってしまうので、こちらですね、こちらのような感じで、はい、テプラで、シールを作りましたので、こちらの方を電池に貼り付けて、目印にしていきたいと思います。それでは電池を開封していきたいと思います。電池は、僕の場合はこちらですね、三和サプライで、発売されている電池ケース、単三電池を、4本ずつ8パック分収納できるケースとなっています。20周年記念の時に、強小が電池セットを発売したんですけれども、その時のケースがこちらと同じものだったんじゃないかなというふうに思います。この中に、ちょっとばらして入れていきたいと思います。はい、というわけで、全て、剥き終わりました。はい、ではこちらの方にですね、こちらのシールの方をつけていきたいと思います。はい、というわけで貼り終わることができました。はい、このようにですね、僕の場合はテプラを使って、テープの幅が9ミリですねのテープを使って、2022年の1月に、開封して使い始めたので、日付ですね、2022年1月、そしてその横に丸1というのが、これは今回3パック買ったので、丸1、丸2、丸3というように、パックが分かるように区別しました。人によっては一つ一つにこう番号を振って こちらの方からですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で12まで振って、で計測してからこうマッチ度するなんていう方もいるんですけれども、で昔、そういうことも一応やったんですけれども、苦労の割に、意外と僕がやるぐらいではあまりこういい待ち度もできなかったので、一応最近はこのようにその買った時の、ものごとにこう1、2、3みたいな、そういう形で、分けてでやっています。でこれ結構これがなんだろう、シールを貼るのとか結構重要で、レースとかもそうですし、練習とかでもそうなんですけども、結構こう綺麗に、こう整理整頓しててもこう結構ぐちゃぐちゃになってしまって、バラバラになってしまう時があるんですよね。でそういう時にこういうふうに貼っておくと、
例えばこれとこれがぐちゃぐちゃにこうなってたとしても、こう見るとちゃんとこう後から並べられるので、こういう、まあこういう別にテプラじゃなくてもいいんですけども、一応そのマーキング的なもので、あのどれが4個セットなのかっていうのは分かるようにしていた方がいいと思います。それでは、鳴らしの方をしていきたいと思います。まあ、基本的に僕は、そんなに手の込んだ鳴らし、バッテリー鳴らしはしないので、今画面に映っているパワーレックスの MHC9000 のブレークインというモードですね。こちらの機能を使っていつも鳴らしをしています。で、ブレークインモードというのがどういうものかというと、こちらはブレークインモードっていうここですね、ここの部分の、機能を使って、こちらを、スイッチ入れると、まず 0.1C ですね、今回の場合は 800HV の 800mAh の充電電池ですので、要は 80mAh で16時間充電をまずすると。でその後1時間休憩を挟んでから、今度は 0.2C で放電、要は 0.16、160mAh ですね、 160mAh で放電で、放電が終わるとまた1時間休憩して、でそこからまた 0.1C で16時間、80mAh ですね、で16時間充電して、でそれで終了という形の、あの低い電流でこうゆっくり充電して、ゆっくり放電して、で最後またゆっくり充電をして、その電池をこう眠ってた状態から、まあ、きちんと充放電ができる状態にするというのが、まあ、鳴らし、ということになっていて、まあ、どういう効果があるかとか、どういう意味があってやるかっていうのは正直、まあ、僕自身よく分かってないんですけれども、一応最初のまあ儀式的な形でそういうことをやっています。はい、で今説明したように、まず最初に 0.1C で16時間充電するというところから始まりますので、バッテリーの残量が残っていると、残っているところからさらに16時間入ってしまって、まあこれが僕的にはなんかバッテリーに良くないんじゃないかなというふうに思っているので、まず一回最初に電池買ったもののまず放電をして、空の状態にしてから、こちらのブレークインを始めようと思いますので、まずは最初今買った3つの電池ですね、こちらの方を放電したいと思います。ディスチャージ、まあ、500でいいですね。全部、ディスチャージ、ディスチャージ。はい、まあこれで今放電が開始しましたので、これで放電が終わるまで待ってみようと思います。それでは放電が終わりましたので、これからブレークインモードをしていきたいと思います。今回ですね、いつもは一番左のパワーレックス MHC9000 でブレークインモードの方をしているんですけれども、こちらの後に発売された、真ん中ですね、 MHC9000 Pro、 それから一番右側の、この画面に映っているのはスカイ RC 製の NC2200 というモデルなんですけれども、こちらの方、一般的に知られているのはハイテックさんの X4 Advance EX なので、それだと思ってください。その3種類の、充電器の方を使って、今回3セットちょうどありますので、別々にブレークインモードの方をしてみたいと思います。まずは一番左側、僕が普段から使っているパワーレックスのブレークインモードの方をしていきます。まずこちらの、下から2番目じゃない、下から3番目ですね、上から4番目のブレークインというところでエンターを押して、次の画面でこう容量をセットする場所になりますので、ここで800にセットします、はい、でこれをすべて個別でセットしていくような形になります。はい、これで準備が終わりましたので、今から
ブレイクインモード、まず最初に16時間充電して、で放電してまた16時間充電するというのを繰り返す、まあ1日半から2日かかる作業ですね、のスタートになりました。はい、で同じようなことを、次真ん中の MHC9000 Pro でやっていきたいと思います。MHC9000 Pro の場合は、よいしょ、ここですね。ここも上から2番目にブレイクインモードに合わせてもらって、ここを800に合わします。そして今度はエンターのところを押しっぱなしにすると、すべての項目がブレイクインモードになるので、まあ旧型のものよりは、まあ、準備は少し楽なのかなというふうになります。そしてこちら他のと違って、こう変換アダプターにつけてやってるんですけれども、これは単4の、こう端子というかスロットが結構はまりが悪くて何もしなくてパチンって取れてしまうことがあるので、これはそれを防止するために、単3の方に、変換アダプターをつけてしっかり固定するということでやっています。はい、そして最後はこちらですね。よいしょ。はい、こちらの方も。はい、というわけで準備が完了しました。このまま1日半から2日間様子を見てみたいと思います。はい、というわけで、ブレイクインモードの方終了しました。まあ、約今2日後になっています。ちょっと途中経過見ていなかったので、どの順番に終わったかとかそういうのちょっとわからないんですけれども、一応数値の方だけちょっと確認したいと思います。まずこちらの方が旧パワー X ですね。容量が817ぐらいになっています。でこちらがパワー X Pro ですね。こちらも817となっています。そしてこちらが、まあ、いわゆるハイテックの X4 Advance Mini なんですけれども、こちら容量の方が1135までいってますね。まあ、この表記の方がちょっと正しいのかどうかはよくわからないんですけども、まあ、若干違いはあるのかなというふうになりました。はい、では、これでブレイクインモードの方は終わりたいと思います。はい、それでは、ブレイクインまで終了しましたので、一応これで準備の段階は、もう終了しました。バッテリーに日付のステッカーをつけて、でブレイクインで、まあ、ブレイクインモードですね、終了させて、あとは使っていく形になるんですけれども、まあ、どういうふうに、まあ、僕が使っているかという、まあ、あくまでも一例なんですけれども、まあ、僕がどういうことを気にしながら使っているかということをちょっと、説明していきたいと思います。まず今現状は、先ほども見せたようにブレイクインモードが終了したというところまで今終わっています。なのでブレイクインモードっていうのは、最初に充電して放電して充電して終了になりますので、今現状は、バッテリーが充電満充電になった状態の電池があるという状況になっています。はい、ただこの電池っていうのは 0.1C 80mAh で充電した電池ですので、まあいわゆるパンチのある電池にはなっていないので、まあ、この電池っていうのはとりあえず充電されているだけぐらいな感じで、まあ考えていただいて、まあ、しかも最初の1パック目ですので、まあ、適当にっていうか、まあ、軽く流して走るような感じで使っていただければいいのかなというふうに思います。はい、まあ、それがまあ走行になりますね。はい、で走行した電池っていうと、まあ、使いかけの電池になるので、まあ、今までですと、
使い終わった電池っていうのは、まあ、放電をして空の状態にしておかないとメモリー効果というものでだん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 こう充電できる容量が少なくなってきてしまうということで、まあ、今までは使った電池は全部放電していたのが普通だったんですけれども、まあ、最近のミニッツは逆に電池をその最後まで放電してしまうとかえって電池が傷んでしまうっていう考え方がちょっと、まあでなんかできつつあるんですよね。なので長く使うんであれば逆にそう頻繁に空にしない方がいいというような考え方が今主流になってきていますので、まあ、僕はそっちを一応支持しているというかそういう考えでやっていますので、まあ、走行した後は放電しないで、まあ、そのまま保管します。で、1回のバッテリー走行してから次充電するまでの期間は最低でも4日で、まあ、可能であれば、まあ、まあ1週間ぐらい空けた方が、まあ、電池にとってはいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、電池にとっていいっていうのはどういうことかというと、まあ、僕も電池のことそんなに、専門家じゃないんでよくわからないんですけれども、1回電池を使ってその後間隔を短くして電池を充電してしまうと電池が、まあ、傷んでしまうというらしいです。はい、なんで傷むのかっていうのはあんまり詳しく分かんないんですけども、まあ、傷んでしまうというふうに思っています。なのである程度間隔を空けた方が電池にとって優しいっていうふうに僕は覚えています。はい、でその間隔が一応最低で4日で、まあ1週間空ければまあ大丈夫だろうということで、だいたい週1ぐらいのペースでこう使うのがまあいいのかなと。あんまり空けすぎても電池がまあよく寝てしまうっていうんですけれども、こう活性化した状態からだん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 こうなんだろうだんだん遅くなってしまうようなイメージもあるので、まあ大体週1ぐらいで使うと電池がいい状態が保てるのかなというふうに僕はそういう考えで一応使っています。はい、で、まあ、そういう形で、その新しい電池はその1週間、まあ、4日から1週間っていうそのインターバルをしっかり守って、でもやっぱり電池ってなかなかそんなにたくさんいっぱい持ってないので、どうしてもこう1週間のうちに2回3回、練習に行ってしまうと電池がやっぱ足りなくなってきてしまうと思うんですよね。そうするとこう期間間隔をこう短くして充電とかしたくなっちゃったりとか、まあ、場合によっては2日連続とか1日で2回とか充電しちゃしまうこともあると思うんですけども、そういう場合は僕の場合は新しい電池をまあ、入れ買って、で今まで使ってレースで使ってて、まあ、それがお役御免になって練習用になったものは、まあ、レースには使わないので、まあ、ある程度、まあ、ちょっとそういう、厳しい使い方をしてもいいのかなっていう形で、まあ、そのだん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 そのずれていく、新しいのが入ったらこう1軍に落ちる2軍に落ちるみたいな感じになるんですけども、そういう感じで新しければ新しいほど僕は大事に使って、で古くなったら古くなったでだんだん使い方が雑になるみたいな、そういうような使い方を僕はしています。はい、でここで日付がすごく大事になってくるんですけども、その日付を見ることによってその新しい電池っていうのは鮮度がいいということだけじゃなくて、そういうふうにやっぱり大事にされて使ってる電池ということなので、やっぱり状態がいいということで、まあ、レース向きに仕上がってるというような形で使っています。で古い電池っていうのは鮮度も悪いし、で使い方も結構雑になっているので、まあ、状態があまり良くないので、まあ、レースに使ってもやっぱりそんなに速くないのかなっていうような、まあ、そういうような感じで区別しています。はい、まあ、これがまあ一番大事な、まあ、ブレークイン終了後の使い方ですね。これが一番僕は大事だと思っています。この、感覚を守っていれば割と電池は長持ちするし鮮度も保てるし、でまあ使ってるうちに当然使えば使うほど電池っていうのは僕は劣化していくものだと思うの で、ある程度期間が経ったらまた新しいのを入れてブレークインをして、で今まで使ってたものをこうじゅんぐりじゅんぐりこうずらしていくというふうにやるって、まあ、可能な限りレースで使う時の電池、もしくはなんかこう一発タイム出したいなと思う電池はいい状態にしておくっていうのが、まあ、いい電池を、まあ、いい何だろう、大事な時に使えるコツなのかなというふうに思っています。はい、で次ですね、次はじゃあ充電方法です。これは今までも
何回か説明したんですけども、ここで改めて、復習という形でしていきたいと思います。はい、で僕の場合は充電方法が、まあ、僕の場合って最近の、ミニッツの人たちの、まあ、基本になっているのが、まず最初に、ある程度のところまで基礎充電といって、その満充電にしない充電をまず1回、まあ、大体 70% から 80% ぐらいの中途半端な状態まで充電をして、そこで1回止めます。はい、でその時に、まあ、電圧カットができる。電圧っていうのはその1本 の、 1.47V とか 1.5V とかってその電圧なんですけども、それをこう4本ミニッツの場合は使いますので、その4本の電池がこう揃うような感じで電圧を揃えて充電を途中で止めておくと。でその後に追い充電といって本当の満充電になるまでこう充電を入れて、でそれで走るというような、そういうような使い方をしています。はい、でなんでこういう基礎充電追い充電というふうなやり方を今しているかというと、まあ、理由は一応2つあって、まず、基礎充電だいたい60-70%から 80% ぐらいまでのとこまで充電していくと、電池っていうのが、まあ、僕もあんまり詳しくはないんですけども、その満充電に近づくことによってだんだんこう電池が熱がこう上がってグーっていくんですよね。でだいたいその70-80%ぐらいのところまではそんなに熱は持たないし、熱を持たせる必要もないんですよね。逆に熱を持たないで充電させた方がいいんじゃないかと言われています。まあ、電池を傷めないためなんですけども、でその後、走行する前の状態ですよね。その走行する直前にこの、充電が満充電で完了して即走らせるのが、まあ、一番、まあ、電池 の、 その状態がいいっていうふうに言われているので、まあ、その走る直前にその充電が終わるように仕上げたいわけなんですけども、やっぱりゼロからその、走る直前までっていうと、やっぱり充電時間が長いので、なかなかその充電時間を合わせるのが難しいんですよね。やっぱ途中でなんかエラーがあって止まっちゃったりとかもいろいろあったりとか、長かったり短かったりとかもするので、ギリギリ充電間に合わなかったとかいうのもあるので、そのレースの進行具合でも時間が変わってきたりするので、なかなかそういうので、まあ、合わせるのが難しいとになった場合に、1回 70-80% まで充電しておけば、残りは残り 20% か 30% ですから、まあ、充電時間が短くなると。で時間が短ければ、その短い時間であれば割とこう電圧高めの結構過激な充電をしても電池もそんなには傷まないんじゃないかっていう、まあ、そういう考えもあって、最近だと 1.8 アンペアとか2アンペアみたいなすごい電流値でまさこう追い充電をしてパンチを稼ぐみたいな、そういうやり方もあるようです。はい、僕はあまりそういう過激な充電まだやってないんですけども、一応そういう考えもあるようです。はい、なのでまず基礎充電ですね。でその後に追い充電とあるわけなんですけども、まずその基礎充電をする場合には、こう電圧を揃えた状態で充電を終わらせたいので、まあ、充電器の種類もいろいろあるんですけれども、一応はまあ単セル充電、こういう感じですね。単セル1本1本でこう充電できる単セル充電器で、しかも電圧カットがついている充電器が望ましいので、こちらのマルチセルチャージャーは単セルで充電カットができる機能がついているので、これを使う人がすごく多いようです。はい、それでは電圧の方が調整できないので、なかなかなんだろう、これに比べるとちょっと使い勝手は悪いんですけども、こちらの旧パワーレックスですね、 MHC9000、 こちらの方も充電の方が、電圧カットになっていると言われているので、まあ、こちらの方で充電していただいた後に追い充電をするというやり方もありなのかなということで、こちらの旧パワーレックスはやっぱすごく重宝されていて、未だに根強い人気がある充電器になっています。ただ残念ながらこちらの方はもう生産終了になっているので、新品では
購入できませんし、オークションなどでも割とこう高値になってしまうものになっています。はい、でそれに対して老い充電の方なんですけども、老い充電に関してはまあ僕から言わせてもらえれば、もう本当に最後走る直前に電池をこう温めればいいのかなと、で満充電に電池をしてくれればいいのかなというようなことなので、そんなに、なんだろう、単セル直列、まあ、単セルっていうのはこういう感じの一本一本入れる充電器で、直列っていうのはあの大きいラジコン用の充電器で、こう電池をこうなんかジグに入れて、その4本をストレートパックみたいな、ワンパックみたいな形で、まあ、充電するものなんですけれども、まあ、こちらの方が、4本同時に充電するので、その1本1本の管理はできないんですけれども、ただやっぱ電流が多く流れるせいか、こっちの方がパンチが出ると言われています。はい、なのでまあ老い充は直列でやるっていう人もいますし、ただ最近発売された、X4 Advance EX が、まあ、すごく評判が良くて、あれが一番早いって言ってる人もいるので、最近はあれを使ってる人もすごく多いというところなんですけれども、まあ、いずれにしても単セル直列どちらでも、正直どっちでも、まあ、それなりのパワーパンチ必要なものは出ると思うので、ここはあまり、まあ、そこまで気にする必要はないのかなと、好みになってくるんじゃないのかなというふうに思います。はい、まあ、という感じで、僕が運用しています。はい、まあ、最初にもう一度おさらいしていきますと、まず最初に新品の電池を買ってきたら、まずテプラとか、まあ、テプラじゃなくてもいいんですけども、その電池に日付とそのワンパックごとの、マークですね、分かるようにしておくと。で次に、まあ、こちらのような、ブレークインモードがついている充電器で、まず放電して電池を空にした状態からブレークインモードでブレークインをする、まあ、大体1日半から2日間かかりますと。でブレークインが終わったらまず、走行をして、でその走行した電池は、放電せずに次の走行まで4日から1週間間を空けて、でその電池はまず、基礎充電ですねを単セルで電圧カットでして、でその後走行する、直前に合わせて老い充電をして、まあ、走行すると。で走行が終わったらまた、そのまま放電をしないで、その電池はそのまま保管しておいて、4日から1週間経ったらまた充電をしてまた使うという、まあ、そういう、サイクルで使って、います。で新しい電池ほどそのサイクルはちゃんと守って、で古い電池になるほど、まあ、そこはもう、どんなにちゃんと守ったとしてももう劣化して、そこそもそもが遅い電池なので、そういうのを練習用にこう回していくっていうような使い方をしています。はい、まあ、というような形で、正直そんなに難しいことはしていないと思います。でここの単セル充電、基礎充電とか老い充電っていうのも、これは僕がやってる充電っていうだけのことであって、もうやっぱりそういう必要な、まあ、充電器とかって必要になってくるので、まあ、それをないっていうんであれば、ここはやらなくても正直いいのかなと思います。ここの、走行から充電で、このブレークインの方も、このブレークインができる充電器がもしないのであれば、まあ、最悪なくて、まず最初に放電していただいて、で充電して走行っていうところからスタートしても別に全然大丈夫だとは思っています。はい。一番大事なのは、いろいろと説明してきましたけども、ここの、走行後に放電をしないで、まあ、次の走行するときまでに4日から1週間のインターバルを空けて使うと、そういう使い方をするのが一番、まあ、重要なのかなと思います。なので、鮮度がいいことと、しっかりインターバルを空けること、これを守っていただければ、まあ、割と電池はいいパフォーマンスを長く使えるんじゃないかなというふうに思います。はい、で他のことに関しては、
まあ、僕のやり方なので、もし真似していただければ、まあ、僕と同じぐらいの電池にはなりますよという、まあ、そういうことになります。はい。でこれが正直ベストっていうわけではなく、もっとちゃんと電池管理っていうのはもっといろいろとこうマッチングしたりとかいろいろやる方法も当然あるんですけれども、それをやったからといってなかなかですね、それが本当にアドバンテージになるかって言ったら、やっぱりなかなかノウハウがこう積み重なっていかないとなかなかアドバンテージにならないので、やってるうちにやっぱ疲れちゃうんですよね。正直僕は疲れてしまったので、まあ、こういう割と雑なやり方で今やるようにしています。はい。という感じで、まあしっかりやってさらなるアドバンテージを得るっていう方法もありますし、とりあえず、まあ、ある程度雑な感じでやって、まあ、それなりの、まあ、パンチがあればいいなっていうふうに考える人もいると思うので、まあ、一例として紹介させていただきました。はい。まあ一応そういう感じで、一応質問の多かった電池管理ということを今回説明していただきしましたので、まあ、もし参考になれば、まあ、このやり方一度試してみてください。それではよろしくお願いします。